Let's hear.何の話だ。きっかけはあの女だった。繰り返し頭に響く声の正体を知ったのは。ザフィーナか。ああ。だが聞かされた話に俺は違和感を覚えた。アザゼルはすでに精神体として復活を遂げていたからだ。 奴の復活は必然だったとでも言うのか。俺と和也、二人の存在が鍵だった。でも奴は、万物が発する負のエネルギーで我は実体化を果たすとアザゼルの思念は語っていた。その時こそが唯一のチャンスだ。だからこの戦争を起こしたというのか。 奴を実体化させるために。そうだ。俺はやらねばならなかった。デビルの力を持つ者として。だからといってお前が起こしたことが正当化されるわけじゃない。では聞こう。世界、国家、民族、宗教、それらが持つ論理で何を成し遂げてきた。 これまでも人は武力という名の恐怖に怯え、暴力によって支配されてきた。そんな歪んだ世界を誰が救える。俺はアザゼルとの戦いの果てに互いに消滅することを望んだ。その時こそ俺はこの呪われたちの呪縛から解放され、 結果、世界は救われる。だが一度だけだ。次はない。しかし、奴は俺が倒した。お前は何も分かった。